で、僕たちの着物屋さんとしての仕事は、その着物を着る人が増えるような、今日は着物のお手入れについてお話したいと思います。私が普段どんな着物で仕事をしているかということをお伝えしたかと思います。正絹の着物、化繊の着物、木綿の着物、大きくこの3つを着て仕事をしています。で、皆さん日常的に、まあ一般的にはスーツを着ている人が多いんでしょうけど、スーツ着ている人だとワイシャツとネクタイとスーツ、まあネクタイはあんまし掃除しないかもしれないですけど、スーツとワイシャツについては、クリーニングしますよね。定期的にこう綺麗にするためにお店に出すと思うんですが、着物も同じ作業をします。まあ、ざっくり、非常にざっくりですけど、スーツ的な部分、洋服でいうスーツ的な部分を、着物とこういうお羽織だとします。で、ワイシャツ的な部分を、着物的に言うと長襦袢ということだとします。まあ、私の場合ですけど、長襦袢は、正絹のものじゃなくて、洗えるものを使っています。なので、ワイシャツを自分の家で洗濯する。まあ、形状記憶が最近多いから自分の家で洗濯したり、まあ、たまにクリーニング出したりとかいう感じだと思うんですけど、基本的に長襦袢は自分の家で手入れをしてます。自分で洗って、干して、で、まあ、軽くシワを伸ばして完了という感じです。で、つきましては着物の方です。で、この着物のお手入れについて、結構ハードルが高いとお感じの方がいるかと思いますが、慣れてくると洋服のスーツとそう変わりません。で、大きくこのお手入れも2タイプあります。1つ目がですね、いわゆる、染み抜き屋さん、漆喰屋さん、あとクリーニング屋さんに出す人もいるかもしれません。お店に出す方法。で、もう1つがあらかじめ着物を仕立てる前に、反物にガード加工をかけていくという方法があります。これをしておくと、例えば、私のこの着物実はそのパールトン加工という水に、水に濡れても着物に浸食しない加工をしてあるんですけど、こういう着物を通常、例えば、仕事で着て、一週間ぐらい着ると、まあ、汗もかくし、この辺に食べ物もこぼすし、袖口も汚れるし、上前にはなんか、よくわかんない汚れがたくさんつくんです。で、それをパールトンさんに出して、お手入れしてもらうと、だいたい2、3000円くらいで、ほぼほぼ綺麗になって帰ってきます。例えば、襟汚れの油汚れとかがひどかったら、別途ちょっとかかったりもするんですが、基本的にパールトン加工というもの、まあ、防水加工をかけたりすると、向こう何年フォローが定額制ですよ、なんていうサービスもあるので、まあ、初期投資として1万円何がしくらいかかるんですが、それをされていた方が何かと便利かと思います。まあ、着物の畳み方とか、着物のしまい方というのは、うちの店の動画集にあるんで、布施屋敷京染店、着物の畳み方とか、布施屋敷京染店、着物の保管ということで検索していただくと、詳細が出てくるかと思います。ただ、着物のアフター、つまりお手入れとか、汚れ落としとか、ということが、非常にネックになってというか、心配になって、着物が着れないんだという方もたまにお見受けしますので、こんな動画を作ってみました。まあ、何言ったって、着物を着る人は着るし、着たい人は着たい理由を言うし、着たくない人は着たくない理由を言うしということだと思うんです。で、僕たちの着物屋さんとしての仕事は、その着物を着る人が増えるようなイベントを作ったり、
なんか着物を着て出かけようということをしてみたり、あと着物で飲み会してみましょうなんていうことをやってみたり、ということをお手伝いして、思い出作りのお手伝いしていくのが、私たちの仕事だと思っています。で、なんて言うんでしょう、着たくなるような仕掛け作りが今からの着物屋さんに求められることだと思っていますので、うちの店としてもその辺は力を入れてやっています。直近で言うと、山形交響楽団さんと一緒に開催する、クリスマスコンサート、いわゆる着物コンサートというものを山形の地元にある山形交響楽団さんと一緒に開催したりします。山形の重要文化財である文章館さんというところで、都合5年目通算7回くらいになるのかな、おかげさまで非常に人気な企画で、はい、うちの定番企画となっています。あとは着物を着てもみじ狩りに行きましょうというツアーとか、あとは最近私が山形の仲間と始めました、山形ブンストっていうですね、日本文化を物語として面白く伝えることができるような大人の部活ということで始めた山形ブンストなんていう企画もあります。あとは、まあ僕の友達たちと着物を着て飲みに行きましょうとか、なんていうことをやったりしています。いずれにせよ、着物を着たくなるようなことをうちの方では用意して、で、着物を着た後は、思ったより、着物のお手入れにはお金がかかんないんだよというようなことをお伝えしたくています。で、着物のお手入れについて、毎日着る人の話だと、まあ今の私の話のような感じになるんですが、年に1回しか着ないような場合の方だと、お召しいただいた後にやはりきちんとお手入れしていただく方が、後々お召しいただくときに、何こんなシミ記憶にないわというようなことがないかと思います。はい、皆さんの素敵な思い出作りをお手伝いできればと思います。はい、ぜひ着物を着てくださいね。